これができると何見ても勉強になるんですよ。そうですね、確かに。そうこんにちは、しんいちです。今回もですね、堤さんにリバプールがなんでこんな強いのかっていうね、話をしてほしいなと思います。前の動画の続きなんで、前の動画見てない方はね、見てください。タイトルはまだ決めてませんけど、まあなんか前の動画見てください。そうですね、1日前ぐらいです。じゃあ、はい、リバプールが強い理由をまあ語ってもらって、それをスライドさせてほしいんですよ。その強さの秘密があるんで、それを自分のビジネスなり恋愛なり夫婦なり、ね、健康なりにスライドさせて応用することによって、人生豊かになっていくはずなんで、これができると何見ても勉強になるんですよ。そうですね、確かに。そう何見ても勉強できる。例えば昨日持田しずくさんに取材行ってましたね。はい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 。でその石田さんが言うには、石田さんって、和菓子屋なんですけど、和菓子屋だけど和菓子屋の知り合いが全然いないと。和菓子屋の会みたいなのが一応あるらしいんですけど、商工会議所かなんかわかんないけど、そこに私は入ってないし、全然もう興味もないと。私が興味があるのは現代アートと、何つったかな、そういう健康系のやつとかで、とにかく現代美術とか好きじゃないですか、石田さんとか。で現代美術からヒントを得て和菓子に持っていくとか、その哲学好きなんで石田さん。哲学を和菓子に持っていくっていうスライドさせるんですよ。だから和菓子に哲学が詰まってるんですよね。一個一個の説明読んだらめっちゃ哲学なんですあれ。っていうことができてくるんですね。さあ石田さんは和菓子にスライドさせてるけど、別にどこにスライドさせたっていいわけなんで、本当にね、サッカーから自分の人生にぜひスライドさせて、まあどんなことを考えたかっていうのをね、コメント欄に書いてもらったらみんなにヒントになると思うんで、ぜひねお願いしたいんですけど、まあその前にまずサッカーリバプールなんでこんな強いのかっていうね、解説をね、ぜひ学んでみてください。はい、5分くらいでお願いします。5分か、はい、いいな。ちなみに好きなんですよね、しんいちさんは。大好きです。僕はサッカーが好き、サッカー大好き、見るのが好き、やるのも好きですけど、で南野君がリバプールに移籍が決まった時に、すっごい嬉しかった。そんなに超嬉しかった。南野君はちょっとミーハーですけど、1年ぐらい前から好きなんですよ。そうなんですね。そう日本代表の中でもビッグ3って言われてるのは南野君、中島君いるじゃないですか。これ南野君ダントツなんですよ、3人で言ったら。いい選手してます。正直堂安、ごめんなさい、堂安さんのファンには申し訳ないけど、僕堂安君と中島君、堂安ファンめちゃくちゃいますから、気をつけてください。本当ごめんなさい、本当申し訳ない。でも最近の堂安選手はめちゃくちゃね、本当にサッカー全体を理解しようとしている姿勢がね、僕は見えるという。すみません、上からでごめんなさい、本当に。っていうのは、もともともうちょっとやっぱ下の世代で飛び抜けてた分、パス出すより自分が行く方が効率良かったと思うんですよね。でもやっぱ上の世代に入ってくるとディフェンスに止められる場面がやっぱ増えてくるし、そうなると周りを生かすってことが必要になってくるわけじゃないですか。でもそれが今までできなかった。まだ入ったばっかだから、上の世代に入って、でも周りを生かすようになってきてるなっていうのがすごく見て取れるんですよね。でディフェンスも結構頑張ってるし、久保君にレギュラーをね、ポジション取られるんじゃないかっていう、あそこの競争があるからこそやってるんだと思いますけど、堂安選手すごいいいと思いますけども、南野君に比べると正直、いろんな部分で至らないなというところ、まあ年も若いんでね、これからだと思うんですけど、中島翔哉選手に関しては、確かに個人の、ね、突破力とかすごいことあるけど、正直サッカーもうちょっと勉強すればって思ってる。ごめんなさい、中島選手のファンの方には申し訳ないけど、すいません、本当にすごい突破力がある分ですよ。ネイマールだったら分かる。ネイマールはあれやっていいんだよ、ネイマールはあれやった方がいいんだから、突破しちゃうんだから。サッカー好きですね、めっちゃ好きです、めちゃくちゃ見てますね。パリの試合とか見てるの大好き。そうなんですね、面白い。ただ中島翔哉選手とネイマールを比べてしまったら、ネイマールの方が格上なんで、あれやっちゃったらちょっときついです。アジアではいけるかもしれない、世界ではさすがに厳しい。だから今控えでしょ、ちょっと出だしてますけど控えですね。レギュラーにはまだちょっと返り咲いてない感じですね。ちょっとあんまり微妙なラインです。ただこれからは伸びるかもしれないけど、ちょっとサッカーをもうちょっと勉強して、周りを生かすってことを勉強してもらったら、さらに日本代表強くなるし、ぜひやってほしいなと思う。その点できてるのは久保君、やっぱもうやばい、たまらない、見ててたまらない、どんどん上手くなるし、そうですね、マジョルカでも、ね、初めはフィットしてなかったけど、これは当たり前の話で、体もねだいぶ強くなってきました。はい、見るからによくこう少し大きくなってるというか、筋トレで大きくしたっていうよりは、うん、自然に必要なところをパワーアップさせて、うん、体を少しずつこう、うん、まあ、スペインの、ね、トップリーグも激しいんで、うん、そこにこう順応させていってるなっていうところはすごい見れるので、うん、久保君はやっぱ本当に順調に一つ一つちゃんと階段登るっていう感じはしてますね。素晴らしい。はい、でこの間僕静岡じゃないですか、家が。はいはい、静岡でちょっとね、家をちょっとね買おうかなと思って。あ、そうなんですね。そうで、不動産屋というか、まあちょっと住宅メーカー行ったら、そこのね営業マンのね男の子がまだ若くて20歳ぐらいだったかな、23歳とかで、日本代表だったと、その彼がたまたま。あ、そうですか。そう、元アンダー18。マジすごっ。そうそうそう。でもいや、久保君知ってるのとかだ、久保君知ってます。すごい。南野君知ってるのとか、南野君一緒にやってました。サインちょうだいって言ったら、全然いいですよ。そんなに。そう、そんな感じ。そんなに繋がってるよ。そんなに繋がってます。すごい。で、どうなのっつって。で、久保君ってどうなの実際、その世代の人から見て、どうなのって聞いたら。堂安選手と比べてどうなのって言ったら。久保君はずば抜けてると。やっぱりそうなんですね。何が違うかって、もうボールが取られないポジションにいつもボールがあるし、順応性も高いし、ちょっと同じ日本代表だったけれどもずば抜けてると。なるほど。ちょっと違うと、彼は圧倒的にうまいとは言ってました。言ってたんですね。うん、そんなことすごいな。今ずっと片山さんが審査喋ってましたけどね、これリバプール解説次の動画じゃないですかこれ。ちなみに今新一さんが言ってた評価あるじゃないですか、レビューね、選手たちの。全く一緒です。一緒評価ですか。一緒の評価。ああ、やっぱサッカーちょっとなんかね見てると分かりますよね。僕はもう南野君は日本の今までの歴史の中で一番日本のエースって言っていい選手って僕は思ってる。そこまでですか。いや本当にドラゴン久保より。ドラゴン久保より。マジですか。でなんでかっていうと、やっぱ日本人が見てて気持ちいいのって、うん、めっちゃ走ってチームに貢献してて、こう選手を鼓舞するぐらいこう一生懸命な人に、うん、やっぱりすごく拍手を送りたくなるじゃないですか、まあ、全世界かもしれないですけど、そういう選手って今までいなかったんですよ。で一応中田秀はそれぐらい走ってましたけど、彼はやっぱエゴが結構強かったんで、どうしてもちょっと僕らが心を寄せきれないところがあったんですけど、南野君はやっぱ自然体の中で、サッカーのこともよく分かった中で、チームとしてやらないといけないことをやりながら、攻撃にも顔を出す、守備にも顔を出す、でアシストもする、点も取るっていう、まさに僕はもうエースって言ってもいいんじゃないかっていう、4番エースみたいなことですよね。それを世界一のクラブに行ったんで、4番エースみたいなことを世界一のクラブでやれるっていうような、僕はイメージで彼を捉えてるので、いや史上最高のエースだから、なんか10番をつける感じではないんですけど、っていうふうに僕は評価してて、だから僕は南野君も多分2年とか3年ぐらい前から、いやいや中島翔也とかあんちゃうやろ、あんってずっと思ってたんで。いやいや僕もだからまあ今の話をね、生かしてほしいんですよ。で別にサッカーの話でどうたらこうたらっていうことを言いたいんじゃなくて、要するに南野君がなぜそんなに評価されるのかっていうことね、ありますよね。なんで中島翔也選手が僕らの中でそんな評価されないのか、堂安選手がされないのかってあるわけですよ。久保君と南野選手は評価されるけど、中島翔也選手と堂安選手は、僕らの中ではあんまり評価されないと。で実際は控えに回ってるわけですしね、中島君とか。それ理由ってなんか見えてくると思うんですよね、こう聞いてると。だから下のレベルで通用すると思うんだけど、上まで行くと通用しなくなってくるわけなんで、これっていろんなところに活かせると思うんですね、違いが分かれば。今出てきた中で言うと、やっぱり理解しているサッカーの理解ですよね。でこれ健康だったら健康に対する理解、ビジネスだったらビジネスに対する理解で、組織だったら組織に対する理解と、今自分がやるべき行動ということを理解して、それを実践できるテクニックとスキルがあるという話じゃないですか。そうですね。そうそう、だから本当に、なんていうかな、下のレベルでいいんだったら自分のエゴだけ貫き通してね、ある程度やっていけばいいと思う。会社で言ったら多分係長ぐらいになれると思うんだけど、課長とか部長とか目指すんであればやっぱり適材適所っていうことを踏まえて自分もそのように動かなきゃいけないってことになってきますよね。なってくるじゃないですか。なってきますね。家庭でもそうです。これもリバプールの話につながるなと思って聞いてますよね。はい、そうでっていうふうに、まあぜひ聞いてみてください。ちょっとリバプールの話しようと思ったけど、今回はその1でということで、次リバプールの話その2でしますからね。すいません、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、では失礼します。